皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオ 3D ワールドパート23やっていきましょう。今回も引き続きワールドスター進めていきたいと思います。スターの8、霧の中のテレン頑張っていきましょう。テレンっていうのは集団でくるくる回っているテレサの仲間ですよね。そいつらが大量に出てくるんでしょうか。早速出てきました。ここは当たらないように鍵コインを取っていきましょう。鍵コインってめっちゃ言いづらいな。鍵コイン、ぜひ皆さんも行ってみてください。そしたらここにタイマーがあったので、これはゲットしていきましょう。鍵コインがありました。これは透明な足場ね。はい、透明な足場に乗って上にエスカレーター方式で行く。エレベーター方式か。まあ一緒か。一緒じゃないよね。エスカレーターっていうのはあの階段で。危ないな、やめてそういうの。なんかここ光っているんでヒップドロップしていきましょう。はい、ヒップドロップすればファイヤー、ありがとう。いや待って、ファイヤーロゼッタもポニーテールだ、かわいい。待って、可愛さに見とれている場合ではないですよ。はい、ここファイヤーでどんどん倒していきましょう。ピーチ姫もファイヤーになるとポニーテールなんですが、今回ロゼッタもそうみたいですね。これ結構レアなんで、ぜひ皆さんあの目に焼き付けておいてください。これって倒せるの？え？倒せないんですけど。ちょっとキノピオ隊長を助けたい気持ちはあるんですけど、倒せないな。え？スターか何かがどっかに隠されているんでしょうか。ないぞ。え？なんだ？あ、ライトボックスか。なんかあのライトを当てればこいつ倒せるっぽいんですけど、それなんでしょうか。絶対あそこに鍵コインがありますね。どこかで雪玉を拝借しないといけないんですが、嘘でしょ？マジか。ちょっとできればポニーテールのままいたかったんですが、オッケー。はい、そしたらここ鍵コイン3枚目ゲットしました。残りの鍵コインはどこにありますか。こういうと、今あったぞ。今あったっぽいけど、待て、全然違うところに出たよ。その辺にあったっぽいですね。これはどうやって取るんだ。え、何？ロゼッタのスピンでもこれは届かない。届いた。ちなみになんだこれか。ちなみに成功法はこれだったんでしょうか。これでしたね。ちょっと待って、ロゼッタが強すぎるんだよな。ロゼッタが強すぎてこうやってちょっとショートカットできちゃったりするんですが、なるべくねそういう要素は使わないようにやっていきましょう。そしてなんだ、正解の扉がわからないんですが、ここが正解なんでしょうか。危ないな。はい、そして鍵コイン5枚目ゲットしました。え、待てよ、キノピオ隊長を助けてあげないといけないんですけど、どっかでライトボックスとかスター手に入りませんか。光ってるところありました。はい、じゃあここヒップドロップしていきましょう。スターオッケー。はい、じゃあこのスターでキノピオ隊長を助けに行きましょう。隊長、多分助ければコインかハンコをくれ、また危ないな。グリーンスターかハンコをくれると思うので、早速何かをくださいな。オッケー、グリーンスターゲットしましたけど、まあ終わりか。ハンコとかないよね。大丈夫だよね。こういう一方通行じゃないステージは逃しやすいと思うんですが、大丈夫ですか。ないか。ハンコとかどっかにありそうな気もするんですけど、これはさっきのところ。一旦手前まで戻ってみましょうか。手前まで戻っても何もありませんね。 OK、 じゃあ進んでいきましょう。まあなんかあったらまた後で戻ってきたいと思います。はい、じゃあここは幅跳びからのスピンで時間短縮進んでいく。そう、なんかこの幅跳びからのスピンが結構早いんですよ。ロゼッタさんは何？毒沼？いきなり変わったんですけど、こういうところにまたハンコがあるんでしょ。どうせないね。え？ないの？嘘。ありそうだけど、待て。はい、ここのタイムを取って。危ないよ。ロゼッタさんちっちゃくても可愛いとは思うんですが、これどうすればいいの？何が正解かわからないけど、ここにいるのが正解だったみたい。え？いいの？なんか逃したか？なんか逃したような気もするけど、ミステリーボックスがありました。ミステリーボックスの奥にグリーンスターも見えるので、多分あそこ2枚グリーンスターが取れると思いますが、え、これ降りちゃって大丈夫？なんか霧の中に入っている時は降りちゃいけないとか、そういう決まりがあるんでしょうか。はい、そしたらここの、え、待って、ミステリーボックス2個ある。どういうこと？ミステリーボックスが2個あるんですが、これは取ればいいだけ違うね。あ、そういうことか。離れたところからこれを投げなければいけない。はい、これを投げて取っていきましょう。 OK、なんとかグリーンスター2枚目ゲットしましたが、待てよ。はい、こいつらもちゃんと倒していかないと危ないからね。はい、雪玉を大量にゲットして持ちながら蹴ったりできるんですね。はい、でこっちは中に入ってないんかい。あー、なるほど、これをあっちまで持っていって投げるのね。それはちょっと難易度高いよ。はい、じゃあここまで来てこれを投げていきましょう。いけるか。 OK、グリーンスター3枚はゲットしました。でこっから問題はハンコが手に入るかどうかなんですが、ハンコはどこにありますか。待て、危ない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 危
待って、危ない、ロゼッタさんが本当に危ないよ。本当見えないからね、ここ配送したらこう言って、何何何、どっちが正解、こっちが正解だと思ってきたんですけど、あったあったけど、待って、地面がどこですか、怖いな。地面が見えなくなるのはちょっと勘弁してほしいんですが、はい、そしたらここでコインを大量にゲットして、地面がちゃんと現れてからゆっくり進んでいきましょう。で、ハンコ1つとグリーンスター3つ手に入ってるんで、あとはゴールするだけですね。ゴールのところにテレンがいるぞ。え、あれはどうすればいいの？はい、まずはここのコインを入手して、あそこのテレンがいる限り上は取れないと思うんですけど、猫とかで来ないといけなかったんでしょうか？そういうことね。え？タイミングゲー？嘘でしょ？これ無理だと思うよ。こう来てこう来て、いけた。そっか、ロゼッタだったらスピンがあるから、スピンを使ってテレンをこう、なんだろう、透明にすればいいんですね。ちょっと卑怯だったけど、とりあえず一番上取れました。結構一番上取れていないステージも過去にあるので、その辺はあの実況外で進めておきます。お、黒猫ロゼッタのスタンプ、ハンコね、ハンコをゲットしました。もうハンコとスタンプ言い間違えすぎて、もうどっちでも良くないってなってるんですが、はい、そしたら最後のステージ、ん？これが本当に最後？え？マジで？もう終わり？最終回？もしかしたら最終回かもしれませんが、はい、そしたらここ、解禁していきましょう。どうでしょうか。はい、中からステージが出てきて、なんか特殊な感じしないぞ。え、本当にこれが最後？待て待て待て、一旦こっち側、いや、いいんだよな、これが最後か。うわ、待って、もう1ワールドあるのか、ちょっとわかんないけど、とりあえず進んでいきましょうか。ワールドスターの宮、砲台の危険地帯、やっぱり最後っぽいステージではありませんが、頑張っていきましょう。チコさんたちも私を見守っている。ロゼッタはチコのお母さんですからね、ここはやれるわけにはいきませんよ。危なかった今。あ、砲台は踏めるっぽいですね。じゃあ積極的に踏むのもいいかと思いますが、はい、ここでまずは猫か何かが欲しいですね。砲台ボックス、待って、砲台ボックス弱くないか、これさ。ロゼッタ、スピンは使えるね。スピンが使えるんだったらまだマシなんですが、はい、じゃあここは打っていきましょう。連続コインが大量に欲しいところではあるんですが、あんまりそこだけやっててもあれなんで、待てよ、そこにハンコがあったんで、あれは入手していきたいね。はい、ここバーンと打って OK、 足場を出したら進んでいきましょう。カロンさんが1体こっちに来ているので、ここで倒していく。危ないって本当に。待って、じゃあこいつらは一旦無視して進んでいきましょう。素晴らしい、カロンさんが復活する前に地面につきたいですね。ありがとう。で、ここは、あー、砲台ボックスか。え、猫とかその辺は手に入らないっぽいの？マジか。待て待て待て、スーパーの状態じゃきついと思うけど、絶対ここにグリーンスターがありました。全然違いました。え、グリーンスターじゃん今の絶対。はい、そしたらここも全部砲台ボックス。あれは、あそこにも何かあると思いますけど、グリーンスターじゃない。しかも敵が出てくることあるか、せっかく壊したのに。はい、そしたらこの先進んでいきましょう。上、え、何、あ、踏むの？え、それは難しくないか。待て待て待て、踏めばいいんでしょ、もう。まあでもなくてもいいか。はい、じゃあここ踏んで踏んで、待って、普通に難しい、踏んで踏ん、待って待って待って、ちっちゃくなっちゃったよ。待って待って、踏んで踏んで踏ん、あー、待って待って、怖い怖い、バーバー、踏んで、あー、待って待って待って、怖すぎる、もうスーパーキノコとかないんですよこれ。踏ん、嘘でしょ、バーバー、踏ん、あー、待って待って待って、マジで怖い、マジで怖い、マジで怖い、踏んで踏んで踏ん、あ、もう上乗れた、ありがとう。上乗れたけど、待てよ、これってさ、絶対、うわ、あるよね、やっぱり砲台を持ってこないといけないんだ。はい、そしたら一旦ここは降りて、砲台ボックス取っていきましょう。うわ、これ取ったままいけるか。まあ、溜めながらだったらなんとかなるとは思うんですが、落ち着け落ち着け。はい、ここジャンピングジャンピングジャンピング、いけるじゃん、全然いけるじゃん、なんだよ。そしたら、はい、ここ行きましょう。グリーンスターやっとゲット1枚目、残り2枚、結構長いなステージ。あ、待って、これかわいい、幅跳びが全然進めていないんですが、こっち側にもあるよね。そうだよね。はい、この中には、うわ、ここにグリーンスター2枚でも良かったんですよ。はい、そしたら土管に入っていきましょう。まだまだステージは続いていくんですが、水中、水中はきつくないか、ここで危ないって本当に。これは何が正解、上が正解、上が正解なのか下が正解なのか分かりませんが、とりあえず私はね、あのキノコが欲しい。キノコはどっかにありませんか。ロゼッタちゃん、一旦こっちに行きましょうね。ロゼッタちゃん、待って、キノコが欲しい、キノコない、どっかに、どっかのそのハテナブロックに入ってないの？え、嘘でしょ、うわ、一個も入ってない。あ、待てよ、下だ、下の底絶対怪しいですね。危ないよ、ロゼッタさん。そしたらこっち側行きましょう。絶対何か中に入っていると思うんですが、グリーンスターゲット。そしたら待て、上に行けばそこでキノコが手に入ると見た、絶対キノコでしょ、この形は全然違う。うわ、多くない？待て待て、タイム OK、 タイムも取って進んでいきましょう。
スーパーキノコとかさ、ファイヤーフラワーとかさ、その辺があってもよろしいんじゃないんですか。これはこっち側入ればなんかあるか。じゃあこっち側入っていきましょう。なんもないな、危ないよ。危なすぎるんですが、もう本当終わり。え、大丈夫、グリーンスターが1枚足りないんですけど、この先行っちゃって大丈夫なんでしょうか。うーわ、まだあるぞステージは。はい、そしたら中間ポイント取ってなんとか大きくなれました。どうせこれも砲台なんでしょう、分かっていました。まあ大きくなったんで、こっからはちょっと余裕があるんですが、何、あ、分かった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 、落ち着け落ち着け落ち着け、多分さ、これさ、やっていかないと進めなくなるわ。落ち着け落ち着け、これさ、貯めた方がいいな。貯めてここ打っていきましょう。オッケー、そうすれば先に進めるようになりますと。そしてこの先にはグリーンスターがありましたよ。じゃあこれを打ってグリーンスターの方に行きましょう。うわ、待って、これさ、砲台で取んないといけない、砲台で取んないといけない、プラスこれね、すぐに戻んないと大変なこと、危ない。うわ、待って、ほらすぐこうなる、分かってたよ。もうマジか、むずくないか今のは。今のちょっと難易度、え、いけるそれ。いや、いけるんだろうな、頑張れば。しかもさ、ジャンプしないとグリーンスター取れなかったっぽいですね今。はい、そしたらここ打っていきましょう。はい、でここのルートを変えて、ここね、問題はここね。はい、ここで打つのはいいんですよ。まずここで打つのはいいとして、問題ここ、問題ここ。落ち着け落ち着け。はい、ここで一旦貯めて打とう。もうここで打つ。そしたら OK、 ジャンプしなくてもなんとか取れました。あぶね、待って、ほんと何なの今度は。はい、戻ってきました、しっかり取って。うわ、待って待って待って、落ち着け落ち着け、ここは落ち着け、ここは落ち着くのが大事ですよ MK さん。はい、ここしっかり、嘘でしょ、さっき行けたんだからまた行けると思うんですけど、危ない。 OK、 なんとか戻って、こっからこっから慎重に、こっから慎重に、はい、こっち側に来てしっかり戻ってから、ここは打っていきましょう。危ないってば、待って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 、はい、じゃあここパーンと打って、待って待って待って、ロゼッタさん、ロゼッタさん、一旦深呼吸、その砲台ボックスの中でゆっくり深呼吸してください。ちょっと空気は美味しくないと思いますが、そしたら何これ何これ何これ、よくわかんないけど全部砲台ボックス、嘘でしょ、上になんか、ほら上になんかあるんだ。1アップキノコはいらないよ、116機もあるんだからさ、1アップキノコじゃないでしょ今、星、危ない。待って、本当に本当ガチガチ、待って待って待って、ガチ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 だな、これは、これマジマジでマジ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 、オッケー。はい、とりあえずこれで、線路はつなぎました。はい、線路がつないで、あとはゴールするだけね。オッケーオッケー、だったらいける、だったらいける。あと、うわ待って、これ何これ何、あ、斜め斜めむずくない。オッケー、とりあえず斜めに行きました。カロンさん、いちいち復活しなくていいから、本当にカロンさん復活しなくていいよ。これはこれは何が正解、何が正解かわかんないから、とりあえず黙っていた方が良さそうですね。正解だったの、あ、終わり終わり、妖精さん打ってもいい、妖精さんにちょっとさすがにやめとく、打っとく、あ、なんもないね、無敵じゃん妖精。そしたら、うーわそれはむずいって、待って待って待って、これいけるか、やるしかないわ。はい、ここ幅跳びは、まあ無理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 、待って、ここまで来たらどうせだったら、ちゃんと取ろうか、ちゃんと取るのがかっこいいよね、ここまで来たらね。行くよ行くよ行くよ。はい、ここで幅跳びして、ここジャンプでバッ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 、無理、え、無理じゃないこれさ、あ、壁キック、壁キックからのスピンジャンプからの、こう来て、嘘だ、もうもう絶対無理だった今、砲台ボックスが邪魔すぎる。猫で来たらいけるな。まあちょっとここも後で金色の旗取っておきます。はい、そしたらもう一ステージというか、あれか、終わりじゃないよねっていうか。はい、これでまだ、ハンコが何種類ある、あー読めなかったよ、ハンコがまだまだ種類ありそうなので、この先もうーわまたロケットあるよ、さらに宇宙に向かうの、宇宙の先に宇宙があるの、その辺もよくわかりませんが、とりあえず待って、ボーナスワールドがオープンしました。もうここですでにボーナスだったような気もするんですけど、さらにボーナスがあるんでしょうね。まずはスロットをやっていきましょう。 MK さん、前回のスロットめっちゃ惜しかったんで、今回は決めていきますよ。もうゾロ目で777狙っていきましょう。タン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 、惜しい惜しいんだよな、いつもいつもいつも MK さんは惜しいんだ。まあまあまあ、2アップね、119期まで来て別に2アップしても全く変わらないんですけど、777は取りたいんでね、今後もちょっと出てきたらやりたいと思います。はい、そしたらボーナスステージ行きましょうか。うわ、ここが難しいのか。いや、だいぶ難かったけどね今のところも。はい、じゃあ宇宙からさらにロケットを飛ばして、さらに宇宙へ向かっていく。おお、え、まだまだステージめっちゃあるじゃん。え、まあやっていくしかないですよね。ワールドキノコの1、
ワールドキノコなの。キノコの1、急げ夜の回転平原頑張っていきましょう。これで終わりは30秒。あー、まあ、なるほどね。タイムを取って乗り継いでいくタイプのステージ。はい、そしたらここでタイムを取って、こっち側もタイムを取っていく。グリーンスターとか大丈夫？あんまりよく見ている暇もないんですが、この辺も大丈夫。ピョンチューが危ない。上が正解。はい、ここ上に行って、待って、グリーンスター大丈夫？取り逃してるっぽくない？待って、これすごい夜だね、すごい夜。グリーンスター大丈夫？本当に？と、危ない、待って、取り逃してる感がすごいんだけど。こんなになんもないことあるか？え？本当に？上は、タイムだけ？タイムだよ、スター、オッケー。はい、このスターを使って、とりあえず進んでいきましょう。これか、オッケー、理解した。はい、じゃあこれパーっといって、待って、落ち着け。ここはしっかり取っていきましょう。しっかり8つ取らないとグリーンスターにはなりません。オッケー。はい、グリーンスターをゲットしましたが、ハートは半個とグリーンスター2つ。え、待って、もうあんまりさ、うわ、まあ、10秒しかない。嘘でしょ。待って、俺思ったよりやばい、思ったよりやばいということに今更気づいても遅すぎました、 MK さん。マジか。待てよ、もう頑張ろう。はい、じゃあこう来て、待って、これさ、こういうとこ取ってった方がいいんだ、多分。取ってった方が最終的に時間長くなると思う。待って、これはこっち通る。こっち通って10秒だもんね。10秒稼げるんだったら多分取っていった方がいい。そしたらここの10秒も取っていく。このタイムをね、めちゃくちゃ取んないといけないというゲームということを今分かりました。はい、そしたらここの10秒も取って、こっち側くぐっていきましょう。落ち着こう。かMKさん。はい、ここ1234、残り4枚よ。残り4枚だけど、そっち側にありますよ。OK。はい、とりあえずこれでグリーンスターを入手して、こういうところのタイムもしっかり取っていかないと間に合いません。はい、でこっち側に行ったら、ここは何もない。一応ファイヤーがそこで取れるっぽいけど、いいや、もう無視していきましょう。はい、でこう来て、38秒、いけるか。待て、これロゼッタのさ、このスピンとか使ってもこんなもんでしょ。これさ、ピーチとか、あとピーチっていうかマリオできたら結構えぐいと思うな。はい、ここも倒して、はい、でこう来て、またた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 、はい、ここでまた10秒取っていく。39秒あればなんとかなるでしょう。なんとかなるかな、わかんないけど、とりあえずやるしかないから、もう MK さんは。はい、じゃあこう来て、なんとかゴールを目指していきましょう。待って、思ったより時間かかってるよ、大丈夫か。はい、こう来て、はい、ここの10秒取って、10秒取って、さっきよりは全然時間ある。36秒あるから、さっきよりは全然マシなんですが、だとしても結構急がないとまずいと思うんで、しっかり急いでいきましょう。グリーンスター1個逃してる。待って、グリーンスター1個逃してる。これ戻ろう。これ一回戻って、上だ。はい、ここの上ね。待って、違うね。そこ？嘘でしょ？違うと思うけどな。待って、グリーンスター1枚ない。グリーンスター1枚ないの何？どこ？ないよ、グリーンスター。え？あ、この上？この、あ、あった。もう、待って、もうこんな間に合わんわ。落ち着け。はい、ここスピンで、グリーンスター、待って、時間、オッケー。時間取って、はい、ここ行きましょう。あ、さっきの下か？あ、待って、さっきの下だった説がすごい。さっきの下だった説がすごいけど、はい、とりあえず10秒取って、こう来て、OK! うーわ、むずっ！マジか！今のステージ難しすぎないか？はい、ちっちゃいロゼッタでゴール。うーわ、待って、ハンコは？え？あ、待って。ハンコも、ないのか、もしかして。あと、なんか特別なハンコしかないと見た。あ、だったらいいんだ。よかった。そういうことか。ありがたい。そしたら、うわ、今、右側にミステリーボックスが見えましたが、あれは次回にしましょう。待って、一回さ、確認させて。ハンコがさ、これないんじゃないか？ワールド、あ、ない！ほら、ハンコがあるステージは、右側にこのハンコのマークがあるんですよ。で、それの影がないってことは、ワールドキノコには、ハンコはありません。オッケー。だとしたらいいんだ。グリーンスター3枚取れてるんで、これで収集要素はバッチリですね。よーし、じゃあこっからは次回にしましょうか。次回もまた難しいステージ続くと思いますが、なんとか頑張っていきましょう。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。